just for this moment, this life. Let's live in mindfulness. Let's live a life of universal consciousness. Let's live this life with a lot of respectfulness. And live it in the now, live it in the now.写真集って一冊全部自分の写真があるっていうのがすごい、なんて言うんだろう、幸せなことなので、まあ、今の自分の記録というかが残せるのが嬉しいから、うん、なんだろう、京都の良さとか自分の良さが出る写真集になればいいなと思います。今日初めて新しいカメラ、新しいです。なんでなんですか。今日1週間前です。めっちゃ暑くなるらしいですよ、今日。30度溶きましたよね、はんなりで。で、こっちが行くんですかね。だいぶ喋れそうです。一番画素数っていうかきめ細かいフィルム。分かんないですよ。京都なんか嘘みたいな背景。ちゃんと何食べたい。何でもいいです。
食べ物何がいいかな。でも湯葉も食べましたもんね。湯葉も湯豆腐も食べてるし、結構かなってます。かなってます。夢叶えてもらってます。でも天気良くてよかった。今は湯通りでは雨ですからね。あ、カモがいる。カモ。なってしまいました。あ、48じゃないですか。そうそうそう、ちょうどね。あ、すごい。東京行ったあったら甘い卵焼きばっかりやし、はい、全然感覚違うことないです。あ、そうなんですよ。お弁当の卵焼きの味が全然違うんですよね。ね、うん、甘いんですよ。だからなんか家の、うん、なんですか、卵焼きとかすごい恋しくなります、うん、そうやね、うん、ちょっとこうやってこうやったら四角い感じになるよね。おっきい。ほんまに熱いし、お湯をふうふうしてください、ね、はい、熱いをふうふうしな。いただきます。どうぞ。おいしい。うん、湯気がめっちゃ美味しいです。これありがとうございます。もうふわふわなんですよね、生地が。色がね、綺麗ですよね。もうこれ一本私食べれますもん。今日は何？今日は、ね、写真集の撮影してるんです、うん、あ、そうなんや。何回ここ来んねんと思いました。いやいやいや、とんでもない。なんかもうちょっと
合わせて来てもらったらあるかなと思って。ありがとうございます。また来たんです、ここに。よかった、やっぱ京都いいでしょ。いいですよね。今日朝早かったけど、うん、天気もいい感じやし、うん、ちょっと涼しなったし、そう、よかった、よかった、過ごしやすいですね、うん。帰ってきてください今日。なん毎回来てる観光に来すぎ。いやいや、はい、ありがとうございます。わ、ま、た出来たてや。はい、いただきます。もうこれ大好きなんですよね。ゆうちゃんの食べっぷり大好き。食べ過ぎです。いただきます。髪の毛も上げてもらって。ゆうちゃんいい感じだな。ちょっと言い方の問題やね。そうですね。決勝大会に勝つために。ええ、ですね。あ、すごい青空。え、今こう仕事、このね、すごい綺麗。すごい綺麗。表情もいろんな。危ない。危ない。死んじゃったら。死んじゃったらもう遺作になりますかね、これ。遺作ってか、まあ、取り切れてないから。遺作どころか。悲しい。なんかね、毎年大吉しか引かへんかったけど、昔はね。でも今は取っていただいた住所の番号を申し付けてください。引いちゃうんや。行きますよ。はい、はい、それぞれ番号で23番。それで向こうへ発表です。おお、おめでとうございます。長野さんと言うとハッピーですね。なんか基地でも、いや、もう最高ですよ。いいですよね。ほらお姉さんが、ね、願い事はとにかくやってみること。待ち人遅れるが必ず来る。争いごと第三者の仲介を求めるのが良い。取れない、喜ぶ。すごいね、歩けんだね、あんだけ。すごい、こんなとこがある。
ほんまに写真集出せると思ってなかったから、このタイミングで、すごい嬉しいし、あとはあれですね、やっぱり京都で撮れたのが嬉しいですね。なんか今日行ったところも全部前はんなりで行ったことあるとこやったから、なんか懐かしかったし、またあの卵の田中ケイラーさんとこに行ったりとかしたから、すごい楽しかった。どれかな。でもなんか長野さんって基本的に写真見してくれないんですよ。でもなんか多分良かったやつはすごい自ら見せてきてくれるんですけど、それが何回かあったな。何やろ、どこがいいかな。でも。こういう方もこうやって着せてもらったけど、私服風な感じのちょっと何やろ、なんかモダンな感じなのもすごい良かったなと思うので、和と洋じゃないけど、なんかそのね、なんかこの京都に和って絶対合うじゃないですか。でもなんかそれだけじゃなくて、洋服を着れたのもすごい良かったなと思うし、長野さんの写真がすごい綺麗だから、楽しみですね。なんかはんなりのロケはこう朝からいつも喋ってるから、なんか元気っぽい感じですけど、なんかそうじゃないのかなと思いました。落ち着いてた新しい自分でしたね。多分あそこら辺までかなと思って。ハワイ神社。あれ、お久しぶりです。久しぶりです。いや、お元気そうで。もう何出た覚えてますよ。はい、お元気そうで。元気ですよ。元気ですか。はい、お久しぶりで、なんとか年を重ねていきますんで、おじさんになっていくばっかりなんですけど。あ、そんなことないです。素敵な年の捉え方。いやいや、ちょっとこれ見てください。女性守護。日本第一美麗神。これはちょっと気になりますね。あちら書くスペースありますね。はい、あれがお化粧室、鏡絵馬のお化粧室ってことですね。じゃあ書いてみてもいいですか。はい、何でもいいってことですか。そうですね、ご自身の美しいと思う自分の似顔絵を書いていただければ。
似顔絵そう言われると、じゃん、似てないです絵心についてはもともとないんじゃないかみたいな感じで言われてるのでどうですか。そうですね、すごく洗礼された感じだと思います。あのちょっと薄化粧かなと思います。薄化粧ですって、はい、でも私ね、普段もね化粧普通にしてるつもりやのに薄いって言われるので、まあ似てるかなと思います うん、美味しい。甘いんですね。そうですね、うん、飲み終わった頃には美人になれてるといいんですけど。いや、そうもうなってるんじゃないですか半分ぐらい飲み終わりました。もうあれから2年経つんですね。そうですよ、2年。だいぶやっぱり大人としての魅力と、あ、なんていうかアイドルとしてなんかオーラが出てこられたような気がしますね。うまいですね。いやいや、やっぱり鏡絵馬を描かれたからなのかなと。あの美人水をいただいたじゃないですか、はいはいはい、絶対それだからと思うんですよね。もしよろしければ、はい、あの今はねフローズンっていうちょっと冷たい美人水があるんですけど新しいの出てきて、はい、じゃあそれ飲んでさらに美人水、はい、そうですね、ぜひ。あ、はい、失礼しました。はい、どうぞ。はい、じゃあ持っていきましょうか。ありがとうございます、はい、すいません、いただきます。まずはあったかいの食べてもらったんですよね、うん、飲んでもらったんですね。はい、あ、美味しい。夏にぴったりですね。うん、うん、今年の夏は特に暑かったんでね、よく出てましたけど、うん、あ、かりんの味しますねこれ、うん、濃厚。まあ、カリンは喉にもいいんだよね、うん、歌われる時にね、いいです。うわ、夏ちょっとキーンとする、うん、うん、かき氷みたいです、まあ、フローズン美味しい、うん、UK の撮影やのに間に合うかな。いい感じのね、風になってきてるけど。すいません。はいはい、お気に。横山ですけど。ああ、横山でゆいちゃん、はい、まだ来てくれたんですか。久しぶりで。いや、ほんまにあの撮ってありますよあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、急いでるんですよ。はいはいはい。あ、おはぎ、おはぎ屋さん完売いたしました改めてお願いします。すみません、ご機に、はい、この時期すみませんね、午前中で売り切れることが多いんです。そうなんですね。もうじゃあ完売しちゃったんですか。すいません。あら、もしかして横山さんじゃないの、そのゆうちゃんあのスタッフの人が取っといてくれてるから、どうぞよかったら、はい、濃い人が出てきて早くお願いします。僕はもうこればっかりやってたから、はいはい、歌って踊ってとかいうことしないから自分がセンターを取れるように頑張ってますよ。あず機械の、そうそうそう、あず機械のセンター、取れる取れるは別にしてやっぱ全然そうだね。そうですね、気持ちとしてね。なんかもっと黒いイメージなんですよね。だいたいズボランと一緒の色をしてるコシアンが多いです。うん、うちのはもうはっきりと紫っぽい色になってますね。綺麗ですね、本当にありがとうやっぱ濃かったキャラが濃いあ、こんな感じで。はい、ありがとうございます。これをスタッフの人に、はい、スタッフさんに渡すんです。そこにまたそのね、おっちゃんとこのおはぎを買いに来てくれたっていうのがやっぱ嬉しいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、これが、あー、美味しそう。
べたい。じゃあすいません、じゃあこれでお願いします。ちょっと急いでるので。はい、わかりました。お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、おおきに。まだ待ってますよ。またまた、すいません。ありがとう、おおきに。急げ急げ。一番お、すごい。どうですか。ありがとうございます。大丈夫ですか。二度とか寝るとまた余計眠たくなるんですね。どうします。頑張ります。でもこの後移動なんですよね。あ、結構移動ですか。じゃあ寝ますね。やばい、これやばい。なんでこんな眠いんでしょうね。若いからね。若いから眠いとか。皆さんここ覚えてますか？ね、この庭が綺麗なところで、獅子おどしがあっちに あそこら辺にありましたよね。あ、なった。こんにちは、よろしくお願いします。ようこそお参りくださいました。広いですね、お庭がめっちゃ広。お、緑がいっぱい。あ、あの音は鳴りましたのが獅子おどしです。あ、獅子おど、そうか、そうですよね。獅子おどしってあれですよね。私が書いたんですかねみたいな。獅子おどし知ってましたよ、私も。本当にこちらの四川堂が獅子おどし発祥の場所なんです。そうなんですか。あ、ここにあるんですね、
獅子おどしです。あの正式には総図と言います。総図。はい。もともとは田畑の作物を荒らす鹿やイノシシを追い払うための農機具が起こりですので。イノシシの獅子を脅すから獅子おどし。そうです、ね。そのままなんです、ね。そのままですね。今日も天気がいいから良かったです。いつもロケの時雨降るから。誰かのせいで。ちょっと目が覚めてきましたよ、やっと。違うのがいるんですけど、完全に。え、あれ気をつけて。怖い怖い。あれなんか怖いですよ。あれ怖いよね。なぜも怖いの。あれ危ない。ほらほらほら、怖い。完全に違う人がいるんだけど。
ってるのこれ誰か。そうそう、ハイトップ。早い。ビビリですね。いや、じゃあ、どうも、すごいね。手のやつも取ってもらっていいですか。池永さんで絵の少し下の方だけ、あ、そうですね、これ下の方を、はい、そうです、そういうこと、下の方もうちょっと持っちゃうんですよ。そうそうそう、そう全部線を、そう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 、いい感じが、これのなんかこう、あれってやつをやるんだって、ね、そうです、池永先生が撮ったやつ、その写真はあります？そう、もう一回、そうそう、あそこで撮っと、それで顔だけを、そう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 、で、顔を、そうそうそう、すごい。あんまり似ない。いや、あれですよね。すごい。大変でしたか？顔が出るね。顔が下手なの。でも、ね、私ですよね、これ。いや、もう、すごいな。すごい。私の絵を描いてくださるということなんですけど、すごい緊張してるんですけど、あ、そうですね。わかります。でもどういう感じで描いてくださるんですか？ヒーローもののコントやってらっしゃったじゃないですか。あ、ホンマやんってやつですか。はい。はい、あれの最後亡くなるじゃないですか。はい、あの死に顔がすごい美しかったんですよ。
まさかそあれはコントのね、そのほんまやんっていうところがシュールで面白いみたいな感じでやったんですけど、はい、先生にはその死に顔が良かった、はい、あの顔がすごく美しかったんで、はいはいはい、あれを描こうと思ってでほんまやんって言って死ぬんですよね、そのまま、はい、ポカンポカンとしてました。あれがすごく美しかったんですよ。あら、まさかそんなところを見てくださってるとは思わなかったですけど。そうなんですね、はい、でそれを描こうと思って、うん、ちょっとずっとポカンとした顔をしていただいてたんですけど、そうですね、はい、それがユイハンさんらしいのかどうかっていうのが、うん、みんなが知ってるユイハンさんかどうかっていうのが分からなくてですね、はい、ずっと悩んでるんです。悩まれてると。くしゃって笑うイメージがあるじゃないですか、はい、うん、笑ったらここに線が出るんです。そうですよね、うん、でこう歯を見せて、はい、で涙袋がぷくって出てるのが、はい、うん、ユイハンさんのイメージなのかなと思ったんですけど、美術はその、うん、歯を見せて笑うっていうのは、うん、狂気なんですか。なので、はい、それを描いていいのかどうか。あ、確かにですよ、ね、深いところになりますね、それは。だからそのポカーンとくしゃってなってる間ぐらいのくらいがいいのかなと思ったんですけど、うん、ね、でも今日撮影ずっと見てて、うん、もっとこうシュッとしたイメージだったので、うん、あ、強い顔でこう強いキリッとした顔でいいんだと思って、はいはいはい、で今日、はい、見えてきた感じがしますか。見えてきたんですよ。よかったです。あの死に顔美しかったんですけど、はい、あ、シュッとしたユイハンさんもこれは美しいと思って。あら、よかった。でもやっぱ先生とかになってくると着目点が違いますね。普通に私たちはそこに着目してないなっていうところに目をつけてらっしゃるなって思いました、今。いや、あれは本当に美しかった。これ来た方が綺麗。そして生まれたのが日本画家池永康成の描いた横山由依の美人画です。私この番組をやっててですね、はい、それでいろんな場所に行くんですけど、はい、その1日が終わった時に毎回絵を描いてるんですよ。その日印象に残ったものとか行った場所とかものとかの、はい、ちょっとそれ見ていただいてもいいですかね。はい、これが一番最初なんですけど、こっちはキュウリ。ああ、やっぱりそうですね、キュウリです。トマトです。トマトですよね。傘です。傘とか、はい、これ こっちが1枚目でこっちが2枚目です。これ2枚目、そうです。うまくなって、あ、うまくなってますか、うん、あ、これはもうね、不評やったんですよ。え、これすごいいいですよ。あら、やっぱり皆さん分かってないだけなんですよ、本当に。これいいですよ。あら、もう急にすごくいいですよ。あ、飛ばそうとしました、お前今。あ、これいいですよね。これいいです。卵焼き。そうです、そうです。おはぎですね。おはぎと。
目指しうまく描けたんですか。うん、これいいです。あ、これたい焼きですね。うん、これいいですよ。これもいいですか。これいいです。気持ちいいじゃないですか、これ、うん、これも割とうまく描けます。さくら、ちょっとやめてもらっていいですか。いや、いいんですけど、すごいだんだん良くなってるんですけど、やっぱり時々すごいいいのがあるんですよ。あ、これとかすごいいいんで、うん、これ280点ぐらいですけど、ね、ちなみに何点満点ですか。100点満点。いや、もう超えちゃってる、超えちゃってるし、よく分からない点数ですけど、先生の話聞くとやっぱね、心ですね、絵はね、うん、はい、うまいとかじゃないですもんね、心で見るもんですね。そう、これはいいですよ。うん、これからも描き続けますね、じゃあこの日記は。はい、よろしくお願いします。カムラアップをね、ちょっとまた濡らした顔で終わりますから、ね、はい、京都もね、喜んでますよ。で、もう京都に今ここで鎮座している横山さんとかですね。まあ横山さんですよ。やる気なくなっちゃった。やる気なくなっちゃった。ちょうど今、長さんの真後ろに。見合わせてください。そう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 。写真。長持ち150秒。
開けて開けて。あ、変わるんや色が。あ、綺麗綺麗綺麗、すごい綺麗。グッ。実は来てじゃあ戻って、はい、花火楽しかった、ね、楽しかった今年 花火は花火やりましたよ、メンバーと大人数でやった。だから2回目です今回これで感じですか。あ、すごい。これが一番今。めっちゃ綺麗ですね。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。景色めっちゃ綺麗。怖くなかったです。ね。ね、これが綺麗なんですか。この。いや、竜に見える。ああ、なるほど。すごい。はい、竜に見えるんだ。あれも見えない。知ってる？心の綺麗な人には100円入れる。見えるか。え、あ、100円入れてあげてください。はい、すいません。え、あ、ありがとうございます。でも持ってないみたいな。あ、やばい、まずい。100円結構これ強く押さないと入らない。入らない。入らない。あ、あ。なんかどこかわからん森みたいなのが出て、すごい、どこや待って、え、チュンチュルテン、チュンチュルテン言った、言ってないんですけど、え、言ってないんですけど、あ、言ってないですか、すみません、長さんに聞こえたんでしょ、チュンチュルテンって言うから、何それ、聞こえただけですよ、言ってないですよね、天気が良かったですね、急で鼻にこうアイスクリームがちょこんと、あ、ついたついたつけたんですよつけた、あ、つけたついたんじゃないんだ、天野さんちょっとカード、ほら、ついちゃったから早くしないとカードが溶けちゃうよ、ついちゃったカードが溶けちゃう、カードが溶けない、鼻につけてるがついたらついちゃった、つけたからこれ拭かなくていいですか、カードも置いてるね、はい、
そう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 。はい、ちょっとまだ。あ、違う、ごめんなさい。あ、そうそうそう。あ、怖かった、すごい。もう一回。あれか、入ってきた。体ピタピタ、あの。手の位置をちょっと変えましょう、これ。そうそう。はい。じゃあ、ほら、見て。びっくりじゃない。
で帽子もなんかふわっとやったり。カメラを。アリスさん可愛いでしょ。ありがとう。アリちゃんっていうのいや今すごい。あ、いいじゃん。イメージがアリスさんだった。よし。可愛い。ちゃんと顔も見せて。これでもうラストカットこれで決まりじゃん。はい。これいいですか。おお、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。満足です。3日間。いいですねこれは。左カメラ。いや。こんなにがっつり写真を。ね、撮るのはやっぱり写真集ならではな感じがするし、ね、朝から夕から夜までだから3日間楽しかったですね。どんな仕上がりになるんやろう。こいつ、ね、見てもらうのも楽しみですよね。ファンの人に早く見てほしいなと思うし、自分的にやっぱ記録としてなんだろう、残ったのが嬉しいですね。21歳の記録が形になるのが嬉しい。普通にここにいる猫やってことで自然な猫やったからテンション上がりました。なんかはんなりで行ったところをもう一回行けたのも楽しかったので、京都のおすすめの場所はってね、よく聞かれるから、それをね、なんかもっとちゃんと答えられるようにしたいなと思ったし、でもやっぱ素敵なとこがね、いっぱいあるからいいですよね、京都は。京都で撮れて嬉しかったです。